小倉競馬8レース4歳以上500万円以下芝コース2000メートル出走馬12頭です。スタート地点はスタンド前の右手奥、奇数番の馬に続いて偶数番の各馬を収まって順調です。最後に12番マイネルユニブラン、12頭が収まりました。スタートしました。ほぼ揃いました。まずスタンド前に入ってきます。7番ギャラントグリフ先手を取りますか。うちは4番クリノキングムーンです。そのうちに3番ブリリアントリリー、あとは外からジャコマル、今4番手大外、12番マイネルユニブランです。うちに1番レーガノミクス、あとは10番のウィン・オルビットが行って私を待ってる、さらにはランディーナ、うち2番のルックスマート、後ろから2番手は5番ファントムグレイ、最後方はやや遅れまして6番フィールインラブ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。先手を取りました7番ギャラントグリフ、 1,2 コーナー中間です。リードが1馬身、追っていく4番クリノキングムーン2番手、あとは1馬身半差、3番手に11番ジャコマルです。2コーナーをカーブします。あとは内に3番のルリリアントリリー、外並んで10番ウィンゴルビット、向こう上面に入りました。外から1番のレーガノミクスがぐーんと上がってきます。さらにランディーナが中段先段へと上がっていきました。あと中段グループには外12番マイネルユニブランです。あと2番のルックスマート追走、後ろから3番手5番のファントムグレイ、残り800を通過、3コーナーへ向かいます。9番私を待ってる、そして最後方6番フィールインラブ。各馬第3コーナーを迎えます。先頭変わりました。11番ジャコマル早くも先頭600を通過、3、4コーナー中間へ、そして押して押して8番ランディーナ2番手に上がりますか。外からぐーんと1番のレーガノミスクも進出、レーガノミクス進出していって前に取り付いて残り400メートルを通過、さらには2番のルックスマートも差を詰めて第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。11番のジャコマル先頭、リードが2馬身ある。あとどうか、1番のレーガノミクス、そして2番のルックスマート差を詰めてくる。200メートルを通過した。今度は外から2番のルックスマートがかわして先頭に変わる。2番手11番ジャコマル、3番手はどうか、追い込んできたのが9番私を待ってる、2番ルックスマート、ゴリルックスマート、2番手11番ジャコマルです。3番手は最後広がりまして大外9番私を待ってる、そのうちに1番のレーガノミクス、最内は6番フィールインラブ。3番手は接戦ですが、先に先頭に立った11番ジャコマルを捉えました。2番ルックスマート、勝ち時計1分59秒6、丸田恭介騎手です。2番手が11番ジャコマル、3番手は最後接戦、9番私を待ってる、外から差を詰めて内に1番レーガノミクス。1分59秒6の勝ち時計、上がり4ハロン47秒5、3ハロン36秒1です。